ロバート・ランシングロバート・ランシングはアメリカ合衆国の政治家。ウッドロー・ウィルソン大統領のもとで第42代アメリカ合衆国国務長官を務めた。1864年、ランシングはニューヨーク州ウォータータウンで生まれた。ランシングは1886年にアマースト大学を卒業し、1889年に弁護士として認可を受けた。 ウィリアム・ジェニングス・ブライアンが国務長官を1915年に辞職した後、ランシングが公認を務めた。彼は第一次世界大戦時にアメリカ合衆国の連合国側への参戦を強く主張した。戦後彼はパリ講和会議へのアメリカ代表団の長となった。彼は和平条約への国際連盟の関与に考慮を払わなかったため、ウィルソンの不評を買うこととなる。 1917年にはワシントン DC において日本代表の石井菊次郎と会談を行い中国での特殊権益に関する石井・ランシング協定を締結する。ウィルソンが発作を起こし病床に着くとランシングはいくつかの事案に対して閣僚と共に協議を行った。ウィルソンはランシングの独断選考に悩まされ1920年に ランシングの辞職を命じた。1928年、ニューヨークで死去。去年64。1890年にランシングは、外交官、ジョン・フォスターの娘であるエレノア・フォスターと結婚した。第52代国務長官、ジョン・フォスター・ダレスの義理のお父にあたる。ありがとうございます。